ってる？入ってるかな？入ってるかな？インテル入ってる。なんか新しくね、工事してますね。履いてるかな。フリースポットを繋いだけど履いてるかな。ここはハングローフさんですよ。ハングローフさん誰も来てないね。ハングローフさん、ハングローフさん、どうなってんのかな。ハングローフさん、誰も来てないな。ハングローフさん、ハングローフさん、ハングローフさん、ハングローフさんか。誰も来ねえよ。こちらはですね、今山形県の出羽三山ハングローフさんに来てます。ここに来ると月山、地蔵の山、ハングローフさん、すべての神社をね回ったことになります。今ね、なんか建物をちょっとね工事してますね。じゃあせっかく来たんで参拝したいと思います。皆さんもね、参拝しましょう。参拝したでしょうか。今年はですね、うさぎ年でお参りすると12年御利益が得られるそうです。月山卯年、今年は5年年です。一応11日の日に月山神社に登ってね、お参りしてきました。やっぱり片道1時間半はかかりますね、月山は。で、往復約3時間。でチャプー星人さん、やっぱり鬼山とかいますよね、ここね。山なんで。ここに来ればね、月山、地蔵山、ハングローフさん、全部で回ったことになります。一応ね、6月に一応地蔵山神社には行ってきました。そして11日月山神社にね、山頂まで登ってきました。そして私ね、左の膝をねすごい痛めてしまって、大丈夫かなと思ったんですけど、まあ今日は割とね、治ったみたいな感じですよね。チャプン千治さん、私もそうですよ。今有料道路400円使ってね登ってきました。やっぱり歩くと1時間ぐらいかかるらしいんで、そして左の膝痛めたもんですから、下りがひどいんですよね。どっちかっていうと90分かかるらしいんですよ、下から。私もだいぶ若い時はね、歩いて登ってきて
齢者なんで無理できないなっていうことで車でここまで登ってきました。今日これご覧になった方にはね、かなりご利益あると思いますよ。まあ逆にこう登ってくるんじゃなくて階段を下るっていう手もあるんですけど、下っちゃうとね車取りにまた来なくちゃいけなくなるんで、うん、下の五重の塔に後からねまた車で降りてそこからちょっと歩いていこうかなと思ってます。今の時期ね6時半から五重の塔をライトアップするっていう企画あるみたいなんですよね。でこの辺を多分登ってきたのかなって感じですね、今の女性の方たち。ここを1時間下からね1時間かけて、でも向こうの方にもねなんか階段あったんで60分かけてね杉並木一段登ってきてもいいと思います。まあ、私の場合ちょっとね左の膝をね合山神社参拝でねちょっと痛めてしまったもんでちょっとね自信がないもんですから今日は車でね駐車場までねちょっと来ちゃいました。まあ若い時ね何回もね来た思い出はあるんですけど、もう最近全然来てなかったんで、忘れちゃいましたね。今日来たらやけにね工事中なんでその神社がですね。まあ合山とか湯殿山神社は冬期間ね雪でやってないもんですから、この半黒山出羽三山神社はね一応ね冬もやってますんで、なんかね車で登ってくるとやっぱりなんですかねありがたみがないですよね。ちょっと薄いですよね。やっぱりこう下からね杉並木眺めながらね一段3000段以上ですか、前は日本一だったらしいですけど今はなんか日本で2番目になったって言われてます。あ、やはりさっきの一段ですね登り口は。やっぱりね1時間かけて歩いてくればねこの出羽三山半黒山神社もねやっぱりねありがたみありますよね。世界で一番右が杉さん、本当は下からこう石段を1時間かけてね普通は歩いてくるんですよ。ただ私の場合ちょっと膝を痛めてるもんで車でねここまで来ることできるんですよね、400円お金払ってね。で今回はちょっと楽させていただきました。富弘ってこれ着物の会社ですね。やっぱり皆さんねこう有名な会社の人がね寄付してますね。一応ね西の伊勢神宮に行ったら東の奥参りっていうこと、やっぱりねどうしてもね伊勢神宮がね
こう日本で一番ねこう有名ですけど、そこに行ったらこの東の奥参りということで、月山、湯殿山、半黒山、そこも回ってみなさいってね昔から言われてます。月山と湯殿山に行くのが大変な人はここの半黒山、出羽三山神社に来ればもう全て回ったことになります。半黒山が現世、月山が過去、そして湯殿山が未来と言われてます。まあ最近はねもう伊勢神宮がねどうしてもねこうどこでもねこう取り上げられますけど、昔はこの月山、半黒山、湯殿山がねこう伊勢神宮と並んでねこう参拝客がねあの江戸時代とかその昔はね多かったんですよね。それで私の実家でもねその月山参拝のね宿場道とかやってました。その当時ねすごいねもう行者さんの傘の波がねもう連なるぐらいねもう来てたらしいですね。伊勢神宮とかね目じゃないぐらい来てたらしいですよ。やっぱりこのすごいですねこの半黒山神社のこの屋根のかやぶきがねもう伊勢神宮にもう負けてませんね。あ、山本ちびたさんこんにちは。うん、私の実家はね月山なんですよね、月山のふもと。だから月山参拝神社とかねよくねもうしょっちゅう行ってましたね、小さい頃は。もうとにかく走ってね行ってましたね、もう山まで、若かったんで。今はねさすがにもう膝痛めてしまうぐらいでちょっとねやっぱり年取っちゃ老化現象を起こしてるんでかなり厳しかったですね。とにかくこの雪が降るとこでこういったもう素晴らしい立派なねこのかやぶき屋ね、これはすごいですね。やっぱりね小さい時はね特に何も思わなかったですけど、やっぱり伊勢神宮とかねいろんなところを見てくるとねやっぱりこの雪国でこういう規模はやっぱりね東北では、東日本ではねこの半黒山神社、月山神社、湯殿山やっぱり一番なんでしょうね。宝箱振ってるかな。それではねもうちょっとしたら下の方なんですよね、五重の塔は。まあ歩いても行けないことないんですけど、歩いていくと車を置いていくことになるんで、一応車で下まで戻ってその五重の塔をねちょっと眺めてみようかなと思います。一応先ほどね半黒山神社にもねちょっと参拝終わってます。あ、伊勢神宮にね負けてませんからね、こちらの半黒山神社、出羽三山神社、月山、湯殿山、半黒山、はい。ね、またね私も4月に伊勢神宮行ってきたんですけど、また秋ごろねもう一回今月末か来月初めにね行きたいと思ってます。五重の塔はね、熊出ません。大丈夫ですよ。
大体ね、うちの実家からここまで約1時間です。電波が切れてるかな、これ、ね、電波切れちゃってるかもしかして。よし、取れてる、2台しか取れてない、これもしかして。それではですね、一旦ライブ終了しまして、あの下の方の五重塔の方に着いたらまたねライブ再開します。切れてし、誰もいねえぞ。